明治安田生命 J1 リーグ第31節の2試合が6日に行わ、ベガルタ仙台が大分トリニータに、ガンバ大が湘南ベルマーレにそれぞれ勝利を収めた。シーズンの J リーグはダゾーンで、いつでもどこでも観、視聴。1ヶ月無料お試し実施中、仙台は、キックをから最初の攻撃で、いきなりの先制点。右サイに抜けた、蜂須賀浩二からのクロスに、石原隆が飛び込み、シュートは、当たり損ねたが守る陣の間を抜けて、ゴールネットへと転がり込み、だ。開始からわずか16秒ほどでの先制ゴールだった。1点リードのまま後半を迎えた仙台は74分に加点。左 CK から関口聡満の上げたクロスに山田、人が、ニアで合わせて、ヘディングで叩き込み、2-0の勝利を収めた仙台は残り2試合での最下、脱出に望みをつないでいる。天皇杯や、AFC チャンピオンズリーグ、ACL 出場権を争う G 大阪も、前半7分と早、時間に先制。敵陣内右サイドでのボールダッシュ、ラタカオ龍が、エリア内のパトリックに預け、落ち、したボールを、福田優也が強烈なミドルでこう、込んだ。34分には、中川博士とのシュートが、庄司源、腕に当たったとして、湘南が PK を獲得。これを中が自ら成功させ、湘南が1-1に追いついて前半折り返した。だが66分には、G 大阪が再び勝ち越し、ルを奪う。左サイドに抜け出した藤原、広志明、クロスに、パトリックが豪快なヘディングで、早稲、2-1とした G 大阪がそのまま3試合ぶりの白を挙げた。残り2試合となった G 大阪は、勝ち点62で2をキープ。同じく残り2試合の名古屋グランパが勝ち点59、3試合を残すセレッソ大阪が勝ち点58続いている。両。